皆さん、土曜日いかがお過ごしですか。お疲れさ、皆さんお疲れ様です。こんばんは。スラママラン、おし、重版おめでとう。お、ありがとうございます。なんとですね、開国はファースト写真集心の空の重版が決定いたしました。たーん、おめでとうございます。ありがとうございます。ドキ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 。こんばんは。いやー、もうなんか重版を、え、重版が決定するって、イベント、イベントありますよ。5月26日に池袋でお渡し会イベントがあって、20日と23日はあれがあります。ジョン・チャパ・バハラ・マレイ発売から2ヶ月、発売か、そっか、200ヶ月なのか。スラマラン、こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。なんと今回オンラインもあり、そうじゃ、そうなんよ。なんで隠、え、隠して、え、でも最近知ったんです。なんて、なんと最近知って、まさか重版って。そしたらなんとイベントまでできるということで、マレーシア行く前にあのイベントができるかどうかみたいな挑戦もしてくれたんです、早川さんが。池袋で会いましょう。マレーシア語うまい。本番ですか。神戸に向かって、明日からはあれですね、7周年ツアーが始まります。なんと、もう明日から7周年ツアーが始まり、なんと、なんと明日から神戸、コカワパイセン、池袋行きますよ。池袋ってどこにあるんだ。東京の土地勘が分からんのだけど、そう、7周年ツアーが始まったらもうあっという間なんですよ。私、神戸始まったらあっという間になんか、あの、あっという間な気がするんですよね。カウントダウンじゃないけど、もう香川、愛媛行ったらすぐ広島、そう、公開になっちゃう気がするんですよね。どうですか。
瞬ですね。こんばんは。入籍してきす、おめでとうございます。ねえ、なんかさ、すごい。もう私なんか7年アイドル、なんかじゃあの7年アイドルしとってさ、なんか一番すごいなってそう思うのにさ、なんかさ、あの初めて会った時はもうまだなんか学生だったとか、私もまだ中学生とかだったし、なんか大学生の人がなんかお仕事したりとか、その出会った時はまだ結婚独身だったのに結婚したりとか、赤ちゃんができたりとか、今妊娠中とか、なんかさ、もうなんかすごいんです、なんか、うん、ただのもうアイドル、なんかこういう関係になるのすごいじゃないですか。なんか感動なんするんですよね、普段。おじさんからおじさんでしかない、いや、そのおじさんからおじさんも、おじさん痩せたり、もうなんかね、もう50キロ痩せましたみたいなあの人もいるんですよ。なんかその人がおじさんだって断定しちゃったけど、もう特定しちゃっただけ、そうとか、もうすごいんですよ本当に。なんかその人生の大きな、なんか何イベントの中にいたり、人の知ったり、なんかすごい、いや奇跡なんです、きっと奇跡です。なんかこのタイミングで出会えたのはすごいですよ。いやおもろすぎる。それは逆に心配になるね、逆に心配になる、そうじゃろ。いや50キロね、これ持ってない、ガチ。なんか見た目もほんまに50キロ減っとる。ヘルビーフォーディエイガーランプールにいたらどんな感じになるかな、また変わるかな、喋れるようになるかな、言葉が。昨日思い立って明日急遽行くことにしたので体制お願い。嬉しい。もうぜひ思い立って、あの衝動的に、なんかこういう歌詞あるよね、大声ダイヤモンドみたいな、衝動的に抑えきれないし、もう向かってきてください。新幹線チケット取れてないけど、いやもう来てください。何周年ツアー、日本で会える、日本のうちに会えるのはもうあと1ヶ月とかになって、まだか、1ヶ月半ぐらいですよ。 KLP48 に移籍するんですから、広島まで全部行く。お、待って、ま、5月7ファンクラブ、ん、ファンクラブイベントです。5月7 9か、5月9の広島は、そうファンクラブイベントがあるんです。広島でファンミ、そこどこ、家ですよ、家なう。
キューです。あー、ファミ行けない方多いのかな。ボリューム1の追加公演というなんか名目になってるので、来てくださいね。当たればいいか。本当ですか、嬉しい。来てください。5月病。うわっ、もうでも5月になるのか。5月病、去年はちょうど5月病になった友達がいて、ちょっと連絡が取ったんですよ。え、それから1年、あ、もう2年だったんかな、それか、もしかして2年前かな、あれ。うん、時の流れ早すぎて何が何、いつがいつ、分かんないですね。カラレンプール行け、あ、本当に、なんか私本当にカラレンプール行くんかなみたいな気になってるんですよね、今自分が。まだなかなか実感してない。こんばんは。その話聞いたことあったから、1年前の記念、悲しい、あ、じゃあ1年前じゃん。ちょうど1年前に5月病になって、友達が。私はまだなったことないんじゃけど、どんな感じなんかね。力が出ないみたいな感じかな。あの濡れたアンパンマンみたいな。例えが難しいんだけど、なんかやる気が出ないみたいな、頭が濡れて力が出ない、なんか言い方があれなんだけど、ねえ、そうよね。濡れたアンパンマンみたいな感じになっちゃうんですよね、きっとね。できる。何もかもが嫌になる。え、ほんまに大変それ。いや、そっか。そういう時はもう食べて寝て喋る。食べてんて喋って動く。うん、ね、聞くと本当大変ですよね。なんか喋ることができんの私悲しい、ね、なんかもう伝えたいのに伝わらんとかだときっと悲しいじゃないですか、それきっと。食べてみ、寝て喋って。何今のコカやなってやめてください。今の分私食べて寝て喋って、そう、喋る気も大きい。確かに喋る気が大きい時はもう喋らん、笑う笑う、あいつち。喉を痛めた時どうだった？いや、これまたね、喉を痛めた時はね、そうね、もう声出したいのに出せれみたいな時あったよね。はぁーみたいな、声が出なくなってって、もうあの時ちょっと辛かったよ。でもはや面白かった。待って、私の話を聞くために
みんながあの静かになってくる。わざわざ私の声聞くために声が電気を出すよ。みんながこうやってん？一旦シーンってちょっと私に合わせてくれてね。それまた良かった。ありがたい。声出んでもうなんか表情でどうにかなる。耳すまし。おもろかったって気持ち。いやなんかあのないによそんな声が出んとか。びっくりした。あんなることってあるんじゃと思って。ファンの方もなんか公演終わった後にお見送りも声が出ませんみたいななってる方おって、え声が出んってどういう症状なんじゃろうと思って。ジュハおめでとう、ありがとうございます。あの最初のねあの写真集お渡し会イベントではね、それで声枯れたけね、もう喋りすぎてでかすぎて声が、ちっちゃい声でも耳傾けてくださいね。こんにちは。重犯が決定しました。2ヶ月前かあれも。ささやき子が好き。本当ですか。ささやいてほしいですか。声大きくない方が可愛いですか。どうしても声がでかくなるんですけどいいですか。さっきちょっと筋肉痛、足が。こんばんは。重犯おめでとう、ありがとうございます。たくさんのおめでとう。次のお話、ささやきボイスで新鮮でよく、ほんまに静かな、ここはこんな感じか。夢が、そう、また一つ夢が、そうなんですよ。嬉しい。嬉しかった。なんか、もう、だって、新種撮ってる時とかはもう、考えれんかったよ、そんなこと。こんばんは。そう、重犯したいって言っとった。なんかあのもとも何重犯って重犯決定しましたって言ったら、なんかあえもうやっぱり求めてる人が求めてくれた人がおったんやなって思えるじゃないですか。なんかしなかったからどうじゃなとかはないんですけど、でな最初にどれだけね用意されるかもわからんし、人によっては違うかもしれんし。重犯おめでとう、ありがとうございます。こんばんは。ったらこんばんは。怪獣犯ココアやねって、怪獣みたいな言い方やめて。初めてとは思えない、嬉しい。初めてとは思えないですか。素敵な写真集でした。なんかあのさっきも
ツイッターに載せたんだけど、動画載せてもらったんだけど、写真集オンラインイベント限定で の掛け替えカバーみたいなのがあって、オンライン掛け替えカバーの何オンライン限定での、それがなんか表紙が変えれる、自分たちで変えるようになるのかな、今まで出なかったカット、出てなかったカット、つまり違う表紙、そうですね、そういうことですね、用意してもらえるようになったんです、用意してもらうってか、 それでオンラインはそういう企画、これもある意味公言通り、いや本当になんかやり残したこと、もうはい、やり残したことといえば何ですか、ないですか、こんばんは、やり残したこと、カープの勝ち試合を見てないですね、今年行った試合負けたんじゃけど、個人的に握手、あ、本当、そっか、ファンミ、東京でファンミした方はね、握手をして久しぶりに、広島でも握手しますよ、写真集重版おめでとうございます、ありがとうございます、最後にカープの勝ち試合見れたらいいな、それだけです、ファンクラブイベントでカープ行きたい、私も行きたい、行きたい、握手した後いい匂いそれ他の方にも言われました、なんかふわっと匂いがして、自販メーター、ありがとうございます、じゃん、髪の毛がサラサラになりました、ほら今日は寝癖がないんですよ、なんで？なんでかね、分からん、ちゃんとドライヤーしたっけ、シルママラン、バリジャカルタ、お、ジャカルタから、シルママラン、バリジャパン、サダマカン、うん、茶色く見える、黒い服着てるけ、茶色く見れるのは、悪事がオランジャカルタ、サヤオランジュパン、マレー語も勉強してるけどね、マレー語の先生がね、ほんまにね、面白いよね、私マレーオンライン、マレーオンラインマレーレッスンを始めたんですよ、そう、オンラインマレーレッスンをね、いや面白い、もうでも先生がマジで、もうめっちゃ優しくて、もうめっちゃいい先生なんよ、だけどすごいもうサービス
サービス精神しかない。なんか40分授業をオンライン40分授業、もうなんかマレーシアの方とかは結構時間にルーズだったり、あ、日本の文化と違うと言ったら、なんか時間とかにちょっとあんまり縛りなか、あ、縛りとか、なんかあんまりこう、なんだろう、時間通りとかじゃなかったり、なんかマイペースじゃなきゃ、なんかそんな方が多いらしいんですよ。それがすごい分かったのが、確かに、いや、開始時間は絶対に守る、一緒なんやけど、終わる時間がもう予定の倍の時間喋るんですよ。あとね、もう途中からなんかもうめっちゃ優しくて、もう本当に仲良しの先生なんや。もうめっちゃ、もう私もめっちゃ好き。いや、もう倍の時間喋ってる。うん、30分だったら1時間、40分だったらもうマジで80分ぐらい、もうやっとる。いや、マジでやっとる。で、そう。なんだけど、そしたらなんか、話すんやけど、もう、わからん言葉とかも全部教えてくれるん。サヤタ、タフとか、ファハムとか言ってね、こうファハム分かりましたみたいな、セアタファハムって言ったら、あ、これ分かりませんみたいな意味なんやけど、もうほとんどがセアタファハムで、私がセアタファハム、セアタファハムって言ったら止まって、教えてくれるよ、言葉を。無理けど、もうセアタファハム言わんかったら、もうマジでノンストップでずっとマレー語で喋るんですよ。で、マレー語で喋って、先生がマレー語でペラペラペラ喋った後に、さやったファハムって言ったら、あ、すいません、日本人ということを忘れてました、マレーシア人だと思ってマレー語でずっと喋ってましたって。いや、そんなことある。待て、ただの電話じゃないやから。おもろすぎる。それが楽しくて、いつの間にかもうめっちゃ時間経ってるってわけです。もう最高。え、めっちゃおもろい。めっちゃ好きなんです。もう。今日はこんなことがあったっていうのも全部、そう、早川さんとかに話してるんですよ。もう先生が好きすぎて。もうめっちゃ好き。でも、さやた、ファハムっていうの言葉が教えただけでもういい。そしたら止まってくれる。あ、スカも出てきました。あっという間の感覚、楽しいですよ。楽しみながら覚えてます。で、私も、まあ、その先生に何でも聞けるんですよ。お、なんかその文化のこととか、マレー語だけじゃなくてマレーシア、クアラルンプールがどうのって。で、クアラルンプールのことはもう現地の人はもう長い系、クアラルンプールっていうのがね、いちいちクアラルンプールって言わんらしいんじゃけ、みんな KL って呼ぶらしいよ。 KL ってね、そう。でも私が急に KL ったらさ、ちょっとさ、え、何、ちょっと KL って略しちゃってみたいな。いや、それが普通なのにね、普通じゃけど、え、何、 KL って略しちゃってじゃ思われちゃいけんじゃないじゃっけ。 KL、 あ、 LA 的なね。あ、確かに。でも LA でもロサンゼルスって言うじゃないですか。あ、 LA っていう感じか。 NY、ニューヨークはみんな言うよね。でも KL はそう、私にはまだ早いじゃん。 K
カラルンプールをケール呼びするのはさ、さすがにあのー、早いやん、早とちりじゃんそれは。いや NY は呼ばない。ニューヨークのこと NY って呼ぶ人おるん？ニューヨークって言うよねそれは。 KL、 まあ早いじゃないですか。事件、まだクアラルンプール、まだクアラルンプールで呼ぶ。呼ぼうと思とか、面白い話がいっぱいあるんやけどな。マレーシア、カラルンプール、先生がおもろい。 KP じゃないの、クアラルンプール。違う違う違う、クアラルンプールなんだって。クアラ、うん、ルンプール、あ、クアラルンプールじゃなくてクアラルンプールらしいよ。だけど私も最初プールだと思っとったんよ。クアラルンプールだと思っとったって、違うらしいよ。クアラルン、クアラルンプール。リズム的に言うとリズムとかないけど、カイココア的な。いやそれは間違ってるけどね。さ、カイココアやん。私はカイ、うん、ココアじゃん。クアラ、うん、ルンプール。いや、言いづらいわけじゃないんだけど、カイコ、コアじゃなくて、いや、それ間違っとるやん。いや、カイ、ココアじゃん、私は。遊びに来てくれてありがとう。カイ、ココアじゃん。な、ねえ、私はカイココアじゃんとか言っておかしいやん。何の話なの。カイ、うん、ココアじゃん私は。クアラルンプール。え、どう、わかる、わかるよね。ドンキホーテ、違う、ドンキホーテじゃん。え、ドンキホーテか。ドンキホーテ、まあでもさ、別にどっち、ドンキホーテもさ、ドンキホーテって言ってもさ、ドンキホーテって言ってもさ、伝わるってことはさ、クアラルンプールでも伝わるってことよ多分ね。どっちでもいいってことです。ケールです、ケール。そう、ほんまに、いや面白いんですよ、オンラインの先生が。マジでマジで面白い。あの TikTok フォローしてもらったもん、教えて。KL、 エアですやん。カイココアじゃん。クアラルンプール。そんな感じです。そんな感じで順調にやってます。分からんけど、ファハム、ファハム、さやた、ファハムっていう言葉がファハム。こんばんは。大好か大好か。私スカ、スキーのことが、まあ、スカって言うんですけど、スカライクみたいなことなんだけどさ、最初さスカのことスクって言っとってさ、もうずっと早川さんにバカにされるんだけど、スカって間違い、四半期って言うんって言う意味らしいんだけど、それも今でも言われる。最初スクって言っとった言葉ね。いつも心に愛を、まあ、もう覚えました。チンターティドラムハーティーアワーだし、これは覚えて、このキャッチフレーズが伝わるのかわからないですけど、マレーシア
がクアラルンプールに行くって決まって一番にやり始めたことはアニメなんですけど、アニメ読み始めたんだけど、ワンピースを、ワンピース読み始めたところから、え、何を一番に準備しようと思って、あ、もうアニメ見ようと、共通のお話が、いや、えって感じじゃん、いや、えって思うやん、違う、まあ、そこはいいよ、いや、よくないけど、なんでか日本のアニメの文化あるじゃない、根付いてるじゃないですか、根付くっていうか人気なんらしいんですよ、できっとワンピースも人気なんだけど、きっとじゃなくて人気なんだけど、ワンピースがね、共通の、もうもしだって言葉が通じなくて同じ共通のなんかそのワンピースとかの話題があったらさ話せるかなと思っていたんよ。でそのオンラインのティーチャーにも聞いたんよ、ティーチャーって言って、私ワンピースを見始めたんだけどって、マレーシア行くためにって、それもなんでですかって言われて、でカクカクしかじか話して、いやだって共通の話題があった方がいいじゃないですかみたいな感じでそしたらティーチャーがティーチャーがそのあワンピースですかって言って、うん、マレーシアではドラえもんですよってえマジ、いや自分がドラえもん好きなわけじゃなくて本当になんかそれなんか本当にそうですかみたいな、信じられなくて、えドラえもんなの、ドラえもんってだってちょっと子供じゃない、もうちょっと、え、いやでもドラえもん、まあドラえもんはいいのか、まあでも、まあ、ドラえもんが人気ということで、ドラえもんにすぐ切り替えるわけでもなく、ワンピースが面白すぎ、いやなんかね、ただねこうワンピースをまあ見たはいいんですけど、そのマレーシアに行くぞっていう気で見たんですけど、そういうきっかけもう面白すぎてね、いや本当に面白すぎて、もう今もうさっきも号泣マジで、多分今一番泣けるところにおるって毎回なんか事件が起きたら思っとる。今はあれが終わって頂上決戦みたいな、白ひげ対海軍の頂上決戦が終わって、ワンピースは実在するみたいな、まあもうそう、すね、もうほんまに好き、涙がボロボロ、いやもう激アツですよ、もう泣いた、え結構ガチ泣き、うん、もう私さもうほんまにおもろいんだけどさいやこれはね本当におもろいってかなんかあれなんやけど、ふとこう一旦立ち止まって考えたらめちゃめちゃおもろいんけど、私今まで本当にワンピース見たことなかったんよ、ワンピース見たことなくて、でその全然ワンピースが見たことなかったんだけど、なんかほんまに7年前の AKB の握手会してる時から、あのワンピースのあのガープのコスプレして握手会来る人がおるんよ、で私本当に分からんくて今まで、もうそのこの再現度の高さとかも、いやめっちゃ多分再現度が高いのは分かるんやけど、それがいかにすごいものか分からんくて、でもその人の印象しかなくて、でそのいや今まで、この7年間全然知らずに、そのなんか握手会とかその知らんけどもずっとそれで来てくれとったんやけど、
今7年経ってワンピースを見始めて逆もうな逆でしなんか先にキャラクターが入ってるそのファンの人のそのキャラクター出てくるたびにえあのコスプレ結構すごくないみたいななんかちょっと一時余裕んですよねそれもまたおもろいなんかてかなんかモノマネとかもするんですけどそのファンの方でなんか今まで分かってあげるんでほんまにごめんみたいないや今一度来てほしいと思っとるあのままえマジでなんかいやそう再現度高いいや夏場暑そういやマジでその話もしたことあるえその服で着て暑くないみたいな話もしたことあるけど暑いんだって暑いんだけど来てくれるんよそれでじゃしなんかモノマネもしてくれるんよでも今まで分からんくてそうでも7年間本当にそれで来てくれて今ならもう今なら分かるマジでもういやそう本当にそういやいやなんかちょっと改めてありがとう感謝を伝えてありがとういやもう本当にでもちゃんとガープで来てましたよガチもうほんまにどっちがなん何あの私的にはワンピースの方が後じゃけどっちがコスプレかもわからんぐらいになっとるファンの方のコスプレしたガープが出てくるアニメの中でそれはおかしいけどそれはおかしいんやけどもうそれぐらいの気分ほんまにもう私の中でだからもう誇りを持ってくださいって感じです今まであんな分かってあげれんでごめんって思うおもろい。あー面白い。最高です。最高です本当に。ファハムサヤファハム。フレイヤちゃんファハム。いやー面白いんですよ。ぜひ皆さんもワンピースの話一緒にしてください明日神戸文化ホールでお明日会いますか会えますか明日は神戸ですります髪も伸びたんよ伸びてないか今回どれ結構切ったじゃないですかどれぐらい切ったもん久々に明日まだ短いかアレンジ何ができる見つけてくださいね髪の長さで ショートカット AKB 劇場サプライズぶりあ息をする心の時じゃなるさんが出とったっけねその時みゆさんもおったしはいお世話になった二人ですこんばんはカミコップにクソガキって書いたの誰今日のメールでですね書いたねあれはですね、まあ、ちょっと裏話というかもうあれはまあ自業自得なんですけどあの隣にサラがいてサラピがいてであの紙コップ
に自分にココアのコを書いたんですよ。で書いてあげるよって言ってサーって書いた後にサールって書いたそしたらあのやり返されました。サーって書いた後にサールって、あ間違えた、サラって書こうとしてないってあ、でもこれがクソガキっていうことですね。はい、あもう超倍、あの倍返しされました。そういうことです。サーラって書きたかったんだけど、書きたかったんだけど手が、あーなんということでしょう、間違えてるになったんですよ。そういうことです。当日券、あ明日ですか、よかんない、ぜひ来てください。あと何回、もういくつ寝ると、けいつから消える、ピもうあと1ヶ月半ぐらいしかないけ、7周年ツアーで来てください。え、なんか衝動的みたいな歌詞なんかない？ほら、大好きな人、衝動に、え？あるよね。素直になろう、ほら大好きだ、君が大好きだ、あるやん、その前の歌詞が思えない。大切なものが見えたんだ、こんな簡単な答えが出てるのに、ダメだって見送ったのだろう、僕か僕でか、ために衝動に素直になろう、この曲ツアーで歌うん。さあそれは来てからのお楽しみですね。なんかこれ言ってさ、あってもなくてもさ、いやまあちょっとまあきっとこうやって歌ってはっって焦ってないっていうことはそういうことです。って言って会った時に、出てなかったと、なかったみたいなふりして本当に今なんか内心焦ってたりしたら、まあそれ来てのお楽しみですね。明日パシフィコ横浜なんだよな、じゃあライブ行った後パシフィコ横浜でいいですね。こんばんは、香川も愛媛もありますからライブは。こんばんは、今日さあの昼寝したい、今日も昼寝したい、昼寝なのか、昼寝って昼に 寝るのが昼寝、夜に昼寝の気分で寝るのは何寝、まあ何寝したいんよ、別に本当に本気で寝てやろうみたいな感じの気分で寝てないんよ。あ仮眠ね、仮眠、夕寝、夜寝、夜寝、いや夜寝、夜寝、夜寝をしたいんよ。
いつの間にかも1時間で、1時間1時間夜寝したの。歌ったね、びっくり。昼寝は15分ぐらいがいいらしいですよ。ん？こんばんは。明日空港行くけど神戸行け、来てください、ライブに来てください。え、待って、本当に待って、神戸、香川2公演、愛媛2公演、1公演、愛媛公演です。して広島追加公演18だ。7回、7回しか、7回しか、あーわー、わあ、あっという間じゃね。神越してください。どんな髪型しようかな、こうやってめいちゃんみたいにして出てくるかな、あれに見える、モンスターズインクの子供。こんばんは。ブー。昨日黒弁。かわいいですか。ちょめ。いや、もう全然20歳。いや、これまあね、でもね、この前もうあの初めましてでこうお会いした方に「え、何歳ですか？」と「何歳ですか？」って言われて「え、20歳なんですけど」って言ったら「20歳ですか？」って言って「え、20歳ですよ！」って。いや、もう本当に全然もうなんかあれですね、全然学生でも行けますねって言って「いや、本当ですか？高校、え、中学生ですか？」って、中学生ってことですか？いや、頑張れば中学生でもいけるんじゃないですかね。いや、頑張りません。動画にも何なんですかね。あ、もう声がね、声のせいだと思うよ。黙っちゃったら大人っぽいもん。え、うん、こんばんは。あ、写真集見したらね。あ、もうそれね、最近マイとも話したんよ。突如私って私の顔って子供っぽいみたいな、どこら辺が子供っぽいみたいな言ったら、いや大丈夫です、写真集見したら脱げば大人ですって。いや、まあ写真集見せたらそりゃ、だっててか写真集見せんでも私二十歳なんじゃけどね。お決まり結婚式の子かは大人と、あ、やっぱり孫にも衣装ですか。これ自分で言うことじゃないと思うんだけどね。まあ、結婚式の友人代表のやったねおって、待って、おきちゃんも卒業したの信じられんのんじゃけど。え、卒業した？してないかな。した？こんばんは。したのか、なんかそれも信じられない。友人代表の大人感すごかったじゃろ。そうなんすよ。
実感ない。まあ寂しい、寂しい感じがするね。レッスンとかにオキがおらんかったら、いまだに「え遅刻？」って思っちゃう。「今日も遅刻しとるん？あおらんわ」みたいな。申し訳ないけど、遅刻常習犯みたいな言い方して申し訳ないけど。ねえ待って、このさ、このハサミあるやん、これ小学校1年生から使っとる。ハサミ買い替えることあります？ふとなんやけど、ふと思ったけど、めっちゃ話変わって申し訳ないけど、遅刻常習犯。おきちゃんそんなに遅刻してないじゃろ。え、遅刻しとるよ。うん、明日おらんかったらまあ実感ライブで、いやさすがに実感してるよちゃんと。あ、本当におらんのんやっていう感じで。あんまない、ないよね、ハサミ買い替えることない。ここになんか小学生の時って名前を全部書かんといけんかったんや、なんか自分の持ち物に。ここはって書いてたけどね、消えた。お久しぶりです、お久しぶりです、カイコカーです。でもそろそろ配信終わろうと思います。なんてかというと、もうあのお風呂入りたい。今日雨でさ、湿気のせいでベタベタしたんよ、朝から。朝起きた時点でベタベタしてた。あのお風呂上がりで昨日暑くてまだ開けて寝てたんですよ。雨の音が聞こえて何時に目覚めたかもしれんけど、あの、ま、衝動的に起きた。やばい、雨が降り始めたと思って窓閉めてもう一回寝ました。雨でした。笑顔ですよ。午前中だけね。今梅雨、まあ早いね梅雨には。5月ぐらい、ラッキーセブンシート。こんばんは。指の色おかしい。え？え？おかしくないやろ。今の鼻歌も明日？え？今何鼻歌した？もう怖いけ、ネタバレしたらどうするんねん。追放じゃ、追放。追放恋放みたいに追放へって言わんで、明日楽しみにしといてくださいね。髪の毛どうすよ。
暑いかな、明日寒いかな。髪まだ決めてない。やっぱファンの皆さんは、これ前 MC でも話したんやけど、髪型とかって結構楽しみの一つじゃないですか。この前の角みたいな斬新な髪を、え、できあれ、あの角みたいなやつは外したの。あれで出たわけじゃなくて、あれはもう、あの、外した経過ね、経過。楽しみに待っておいてくださいね。お風呂に入ってきます。やってみたい髪型、うん、そりゃね、髪の毛をロングにしてね、ポニーテールしてみたいですよ。揺れるポニーテールやってみたい。揺れない、揺れないポニーテールぐらいしかない。前髪流したら大人っぽくなるやろ。変わらん。変わらんね。ではランキングを読みたいと思います。13位つか、12位ゆうき、11位なる、10位のっしー、9位もっくん、8位いわもっちー、7位バオバブ、6位こにょん、5位すばる、4位松岡さん、3位ライトニング、2位うまちゃん、そして1位は手紙28日、日曜日着で28枚送りました。おい、早く確認してね。これありがとうございます。ギフトをくださった方もありがとうございます。では皆さん、また明日お会いできる方はお会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。